おはようございます。おはようございます。いよいよフェスまで1ヶ月ぐらいかな。3週間ぐらいということで、今回ですねフェスとしていろんな商品が並ぶと思いますけど、うちの大売りというか大売り、はい、っていうものをちょっとやってみたいかなと思います。はい。で、物なんですけど心拍ですね、はい、仕入れして3年ぐらい経ってしまいました。3年ぐらい経った、はい、ちょっと伸ばしっぱなしにしてしまったんですけども、曲が入っている心拍になります、うん、で、なんで3年ぐらい経ってしまったかと言いますと、はい、仕入れした時曲がってるからいいよねっていう感じだったんですけど、うんうん、実際その波長が極端に良くない、うんまあうん、長いちょっと長い章なんですよね、うん、で、詰まりがあんまり良くなかったので極端に進めずにちょっと残っているっていうような状態です、はい、なので、今回のフェスではですねこれも全部ちょっと放出したいなというふうに思ってまして、はい、格安で出す木です。その中でじゃあ買ったらどうしたらいいのみたいな話になると思いますので、今回はこれを針金かけて、どういうふうに盆栽になりますよみたいな動画にしていきたいなというふうに思っています。もう終わりました、はい、こういう素材が3、40本ぐらいあるかな、うん、ズバリおいくらぐらいで。これでもう500円で出します。本当に、はい、500円は安い。こんだけ曲がってて車輪の練習になるんであれば。さっき何年ぐらい、まあ、うち来て3年ですかね。まずね10年近く、10年近く経っちゃう。500円でいいの。500円そうなんだ。おはようございます。で、今回はこっちの木を作っていきます、はい、まずはちょっと幹をざっと掃除しましょう、はい、で、胴吹きもしてるので、うん、その辺の芽はあんまり取らないように軽く皮を剥いてあげる程度ですかね、うん、初心者の人とかいいですね、これね。いや、多分ね、シャリ向きとか怖い人とかいると思うんですよ、うん、そういう人にはうってつけなのかなっていう、ね。針金かけも練習できるし、変だし、ちっちゃくしなくても大きく作っても針金のこんだけ、まね、枝が伸びてるんで、うん、練習にはなると思うんですよね。で、よくできたら衣替えとかの練習もしちゃったりして。あ、確かに ね思ったより安かったの。はい、はい、ざっと取れました。はい、で、この木なんですけど、どっちを正面にして作ろうかな。こっちで作るかな。こっちで。で、じゃあ、シャリを入れていきましょう。ここに、まず不要な枝がありますね。ここは立ち上がりとするんですけど、はい、目の前にまず太く出ちゃってる枝というか、うん、内側から。内側にね、目の前から。うん、突き出すように出てしまっている枝がありますので、はい、これはもう切ってしまいます。で、こういう枝を陣にするんであれば少しだけちょっと長く取ってみて、こう根元で切り込みを入れて、皮を剥くと、剥いていくと。そうすることで、陣にできます、はい。で、シャリも入れてあげてもいいかなと思うんですね、うんうん、なのでシャリに関してはこれを基準にこう下に行けば自然とシャリになると思いますので、こういうふうに剥いていこうと思ってます。陣とシャリがつながるように、つながるようにですね。ですね。で、彫刻刀を使いながら、うん、ピーッと、今の時期だとまだ剥きやすいのでピーッと剥いていくといいと思います、はい。で、剥くときはですね、この白い形成層って言われるこの、うん、ふかふかなスポンジみたいなところを全部取るようなイメージでやってあげてください。はい、陣とシャリを必ずつなげなきゃいけないわけじゃないですね。そういうわけじゃないですね。ただ、この方が安全ですよね、うん、行く先がこの陣なので、はい、例えば、そのまま枝に行っちゃう場合とかあると思うんですよ、うん、でも、この枯れた陣につながることによってはもう、それ以上この先に影響がないということなので、ピーって引いていくと水の幹の動きのままシャリが作れるので、うん、はい、自然なシャリができますという感じでちょっとやっていきます。はい、こんな感じで、はい、一面できました、うん、で、今度はこの真反対を削っていこうと思ってます。
ああ、2本入れる。2本入れようかなと。で、今こっちから入った車輪が連転して裏に行ってるんですけど、はい、温度を反対でやると多分正面に来るのかなと思うので、そういう幹の粘点差を出したいのでちょっと裏側にもつけてみようと思います。はい、はい、で2本つける理由としてはもう1個ありまして、いつも板シャリっていうんですけど、はい、左右に水吸いを残すことによってこの水吸いの方にどん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 横に横に広がっていくんですね。幹が残った水吸いが肥大していく。そうですね。なので両サイドの幹が肥大した中で最後に片方だけ取ってしあげると、幹がぺったんこの、いわゆる板幹って言われる横広の幹ができます。まあシャリですかね。シャリ、はい、そういう風に作っていきたいので、両サイドのシャリを削ることが要は板幹を作る近道みたいな、はい、ですので、そういった意味合いでやっていきたいと思います。はい、詳しくはこちらの動画です。はい、これはどこからやるかっていうと、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、反対のところから引いていくといいと思いますので、うん、こっちはこの辺で下からやっていきたいと思います。はい、ということはこの木は左流れになるんですかね。この木は今左流れです。左流れだから右側のシャリを最終的には削るっていうことで、はい、背中側にシャリが来るのが一番理想とされています。はい、なぜでしょうか。なぜでしょう。風が来るからそうです、ね、要は風が強い風が吹かれて、はい、幹がだん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 風雪によってちょっと枯れ込んだりとか傷がついたりとかして、うん、次第に自然の中でシャリが形成されていくよねっていうのを模して作りますので、はい、流れと反対側に作るとより自然らしい姿になるっていうふうに言われてます。なはい、こんな感じで、シャリを2本作ったって感じですね。うん、はい、なのでこれがだん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 肥大してくると両サイドに広がっていくっていうそういう狙いです。はい、じゃあ次針金かけていきましょうか。はい、針金かける前にちょっと枝の剪定ですかね。この木の場合ちょっとタッパを短くこじんまりさせたいので、はい、頭の位置もちょっと低くしたいと思ってます。うん、でその中で候補が、まあ、これかこれなんですね。なのでとりあえずここから先はいらないです。おなのでちょっと切っちゃう。この辺で切っちゃう。陣にもせず陣にしようかなと思って、とりあえず切り込み入れて、この辺の作業なんかも夏の方が剥きやすいですね。うん、水水が非常に活発に動いているので、はい、幹は剥きやすいです。そんな長くはいらないかな。でも、うん、はい、こんな感じですかね。はい、ちょっと後でちょっと曲げるって感じかな。うん、はい、でもう一点ですね、この辺の太い枝、はい、に関してもちょっと切っちゃおうかなと思います。1本太いやつは作ようと思ってるんですけど、うんうん、その上に関しては細いやつだけでちょっと一回作ってみて、なるほど、そうするとちっちゃくなると思うので、はいはいはい、切ってみようと思います。この辺はもうそのまま切っちゃいます。なかったことに。なかったことに。いう感じかな。うん、でこの中で針金をまたかけていくという作業をしたいと思います。はい、まず最初にこの太いのをかけていかないといけないんですけど、いかんせんこの長さが長すぎるので、これもここで切っちゃいます。おお、1分しか残さず、はい、ちっちゃく作る。うん、で今回は針金アルミ線でやっていきます。皆さんにもできるように。この枝が一番太いので一番下の枝、はい、うん、一番下の枝と、まあ、この陣でちょっと一回かけようかなと思ってます。はい、はい、でわりかし太い枝なので、うん、太い針金かけてあげないとしっかり縮まってこないので、はい、骨作りに関してはある程度太い針金かけてもいいと思います。それは 2.5 みんな風邪気味ですね。うん、クーラーだよね。そうクーラーでやられる。さっきのジンと刺し枝をかけると、はい、でこの破傷なんですけど、全く同じ環境に置いてた心拍、うん、
はやっぱり詰まってくるやつは詰まってきましたし、うん、これに関してもそこまで詰まってこなかったっていう感じの、まあ、要は差があるので、うん、まあ、本当にこの章はこういう章っていうのはあらかじめ思っといていただけたらなと思います、はい、だから安いと、はい、で詰まるって言ってもこれぐらいまではね詰まるんですよね、うん、全然遜色ないぐらいには詰まるの で、ね、時間かかると思いますけども、成長期というか充実期に入った心拍にこの木に関してはこれぐらい詰まりますよっていう、うん、まあ、いい情報はそうですね、はい、多分しようかな。日当たりですかね。あ、そうですね、うんうん、しっかり日に当ててあげてあげれば詰まってくるのかなと思います。だから先端は詰まるんですね。詰まるんですよ、うん、はい、こんな感じですね、はい、じゃあちょっと畳むのような感じで、短くしていきます、うん、畳む時もこうねじってあげるとうまく短く、はい、なります。ちょっと救急車来ちゃった。どんな感じでしょうか。マジ。ああ、なるほど。縮まったか。うん、縮まってくるっと曲げて棚っぽくしてるんだ。そうそうそう。上にボリュームをつけてって感じですね。はいはい、じゃあ次はこの上か、ここら辺かな。はい。この辺もね長すぎるんで。うん、ある程度のラインで切ってしまいます。で、このこういう強剪定の場合、強剪定とまあ強い剪定の場合、はい、やっぱり問題になってくるのがスギッパーです、うんうんうん、でスギッパーに関してはもうこれは致し方ないという考えでやっていっていいと思います。要はもう本当にちっちゃくしたいなれば一度しすぎっぱになるっていうのはもう覚悟の上で、うんうん、やっていかないとちっちゃくもできないので、はい、やっぱりしすぎっぱにはなりますけども、その次の出てきた懐が出てきたような目で最終的には作っていくっていうような段階の作業なので、うんうん、なるほど、そこはもう しょうがないと思うしかないかなと思います、はい、じゃあ上かけていきますね、はい、上はこの枝と、この枝でかけていきます。で最終的にこれとこれでかけるっていう感じ、うんうん、長いのはできます。はい。ここですね。2本、はい、かけたと。裏枝かな。今度は裏枝ですかね。次が裏枝。はい。返しの枝かと裏枝1本。そう。頭は決まったんですか。頭はこの辺でちょっとぐるっと回して作ろうかなと、うん。あ、それで。はい、で結局本来で言うとぐるっと回すと。うん、まあ、あんまり綺麗ではないんですけど、はい、この元から出てくればいいんですよ、うんうんうん、くるっと回したところののとこから、はい、出てくればいいので、それを期待してやるってことですね、はい、ジンとこれを一緒にかけます、はい、ちょっと曲げるような感じなんですけど、うん、これちょっと太いやつ、太めで、はい、長いの取ってるんですか。そうですね、棚から出てるような葉っぱを取ってます、うん、下に出てるとか上に出てるとか、できた、できました。うん、ちっちゃくなりましたね。だいぶちっちゃくなったんですね、うん、まあ要は長い葉っぱなんですけど、はい、なんとなく短く畳んでってこれがついてたわけですから、そうですね、に比べるとちっちゃくなったのかなと思います、うん、
でやっぱりいかんせん枝自体が長いですし、葉梢も長い葉っぱなので、間延びしているところはもちろんぐっと本当に折りたたむように作ってます。はい、ただその中で、胴吹きっていうのが絶対起こってくるんですね、うんうん、それを今後は使っていってよりちっちゃいちっちゃい木にしていくのがいいんじゃないかなと思います。なるほど、こんだけすくついたからね、はい、葉っぱも、まあ、なんか胴吹きもしやすいし、うん、葉も詰まりそうな気がしますね。そうですね。であとはこっちも今ポット内ですから、うん、またちょっと締めてあげると育ち方も変わってくると思いますし、あとは芽摘みですよね、うんうん、伸びたところをつまんであげると中にどん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 栄養がいくようになるので、うん、でそうするとまた葉っぱも詰まりやすく短くなりますから、はい、そういう感じでやっていくといいと思います。ちょっと植え替えしてみますか。はい、根っこの様子がよくわかんないので、はい、一回ほぐしてから鉢を決めたいと思います、はい、まあ、もよぎなので、うん、どっちかというと長方とか楕円とかに入れてあげたいんですけど、まあ、様子見で第1弾としては入る鉢に入れてあげようと思います。おい、でこの植え替えなんですけど、うん、できれば皆さんはもっと例えば春先とか、うん、に植え替えてあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ秋口でもいいですね。だからフェス終了後か、そうですね、10月ぐらいまで、うん、やってあげた方がいいですね。今ちょっと夏で暑い盛りですけど、はい、ただ見本として作っていくだけなので、僕の予想だと太いのが1本走ってる気がするんですよね。うん、てか幹ですよね、ほぼ丘上みたいになってると。うん、根っこ切りました。はい、切りました。ちょっと長いのだけ切ってます。はい、太いのはなかったんだ。太いのありますね、このぐらいの高さに。あ、この辺まで、はい、こういう感じで、はい、もうこの鉢が合うかなと思ったんで、はい、これに植え替えていきます。これはおいくらぐらいですか。800円とかだったかな。800円、500円にしてくれれば1000円で盆栽作れるんだって言えたのに。500円、盆栽お金かからないってことが分かりましたね。この木もですね、ものによって本当に太さとか枝とか違うので、はい、全部が全部こういう模様木にするべきではないかなと。粉塵っぽくしてもいいし、すごい畳んでもいいと思うし、細いのもあるんで、うん、それはちょっとおまま楽しんでいただける要素としてはいい、うん、そうですね、いいかなと。割っちゃってもいいかもしれない。確かにね。ね、ただ値段が安いので、うん、比較的いろんなことやってもいい素材だと思います。はい、はい、お願いします。感じかな。はい、はい、うん、じゃあ水やります。いい、はい、行きました。はい、心拍の針金掛けと植え替えを行いました。素材はさっき見てもらった通りビョーって伸びた、はい、状態だったんですけど、でそこからバツ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 太い枝を抜いて、うん、細かい枝だけで作ったような姿になります。はい、なのでさっき言った通りいろんなタイプの木がありますけども、うん、僕はちょっとこう縮めて作ってみたっていう感じですかね。はい、
で結構昔の動画で文人の心拍の動画があると思うんですけど、はい、それではひょひょろっと木の状態のまま長い枝をこうやって下げて文人で作ったんですけど、うん、今回はちょっと縮めて模様にしてみたっていう感じですので、お好きな方をやっていただければいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、模様着か文人ぐらいがやっぱやりやすいかな。県外だとちょっと根出すからね。県外でもいいと思いますよ、うん、変な話その長い枝ってこういう白糸みたいなのあるじゃないですか、はいはい、ああいう感じにもできると思うし、いろんなタイプで作れると思いますので、うん、ぜひ練習台っていう言い方に金とって失礼かもしれないですけど、でもせっかくの機会なのでこういうのでいろいろチャレンジしてみる木としてはおすすめかなと思います。はい、はい、500円、500円、はい、ぜひ東潤フェスお待ちしておりますので皆さんお越しいただければ幸いです。はい、よろしくお願いします。お願いします。この動画がいいと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. ありがとうございました。バイバイ。はい。